学校の七不思議って聞いたことある。対処法を知っとかないとお化けに会った時に殺されちゃうんだってさ。うちの学校にも七不思議ってあるの？僕にも教えてよ。一つ目の技はね、真夜中に学校にあるとのっぺらぼうの男に首を切り裂かれるんだ。それって本当なの？出会ったらどうすればいい？どこかに逃げ込むしかないね。これ交換日記かな？誰が書いたんだろう？物騒な日記だね。めちゃくちゃ物騒な日記。なんでこんなに物騒なの、このゲーム。ほんと、一番乗りは全然じゃボケ。ここ行くねんだから、お前。 もうやだ、行かなくちゃ、もう。ほんとにもう。どこかに逃げ込むしかないねって何だって。切り裂かれるだってよ。これ、メニューっつうか持ち物。あ、メニュー画面まだ開けねえや。はあ。ほんで、次は何だよ、じゃあ。次の噂を確かめよう。うわぁ、こいつマジ一発ク殴っソてが。やりたい。こっちだよ。何よ、どこよ。あ、置いてかないでよ。あ？あれ？麦、入ってきちゃったの、お前。え、麦、待て。どうしたの？うちの猫がついてきちゃったの。え、猫？そうそうだだよ。よ。猫なんてどこに？いや、さっきいたんだけど、走ってっちゃった。麦を追いかけなきゃ。麦行っちゃダメだよ。見つけなきゃ。こいつか、噂の切り裂きは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 、ゴー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 ゴ
待って、どこに隠れる隠れる隠れる、どこに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 隠れるの。走りすぎて変な動きする変な動きする変な動きする。どうなった、目つぶってる。どうなった、まだいる。いや早く帰れお前、何何しに来たの。噂をすればなんとやらじゃねえかバカ野郎。マジで本物のお化け。急いで麦を見つけなきゃ。いやーちょっと、いや麦のせいでこうなってるんだが、あいつマジどこ行った。いやー噂をすればなんとやらの大釜男じゃないの。ああ多分屋上っぽくね。多分屋上。あ、なんだこれ、学校の地図が貼ってる。なんでそんな、
空き教室になんで血がくっついてるんですか。こーわ。とりあえずこっちか。あ、早速いるよ。あ、なんか落ちてる。なんだ石か。命綱だからな、石意外と。いや、いるやん。早速石使ってじゃあ突破するか。なんか心臓の音もなんか迫力増したね、おい。ゴー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 。よし、オッケー。麦ー、マジでどこお前。これ以上かくれんぼ付き合ってる暇ねえぞ。麦、え、トイレ。あ、なんだ。あ、開けられるんだ。はい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 。あ、いた。ここにもノートの切れ味が落ちてるぞ。読んでみよう。七不思議の話、みんなすごい興味あるみたい。早く次を聞かせて。四つ目を教えてあげる。真夜中の美術室で絵画や銅像が動き出して部屋に閉じ込められるらしいよ。どうすれば助かるの。奴ら光に弱いらしい。もし夜の美術室に行くんだったら懐中電灯を持っていくんだ。美術室に入ったりしてないかな。こんなの出る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 。もう調べる暇なんかねえよ、バカ野郎。後ろからなんか追ってきたりしないよね。いやー、マジ。あっ！な、何？なんだお前ら。な、は？何しに来やがった！これね、僕わかるよ。ちょっと距離を置きます。で、はい！あー、わかるよ。俺にはわかるよ。あー、わかるよ、わかるよ。あー、よし。あー、よし！よし！よし！行くぞ！目つぶるぞ！いや、もうこれさ、押してきなさいよ、もう。なんで目つぶったらダメなの。どうすればいい。どのもしかして意外と近くないとダメ的な。そんなご舞台な、もう。はい、ダメ。くそ、よし、じゃあこの距離、よし。あー、動いてる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 、ガチで動いてる、ガチで動いてる。これもういけるべ。はい、よし、なめんな。あ、お前どうやって突破すかな。お、石いねえんだけども。あ、こっち来た。よし、こっち、よし、いけるいける、やったやったやった。よしよしよし、巻いた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 、マジで巻いた。よし、
何あれ。